よし、バレンタインのチョコレート受け取ってください。きっと去年よりもうまくできていると思うので、喜んでもらえたら嬉しいです。本当は今年もこうしてあなたに私の気持ちを渡せるだけで嬉しいんですけどね。ちゃんと綺麗にラッピングもしたんですよ。それでその実は私、初めてのチョコは食べてもらいたい人が決まってて、あなたに食べてもらいたいんです。私の初めてのチョコ。だから、はい、どうぞ。食べたら感想を聞かせてくださいね。今年もチョコレートを作ったんですけど去年も渡してるのに全然慣れませんね。すごくドキドキして、でもこのドキドキはすごく温かくて嬉しくて、いても立ってもいられないような、そんな感じなんです。今年も私の気持ち受け取ってください。また感想を聞かせてくださいね。